田アキラが激しいバトルを展開しております。さあ続いてフレディ・フォーレーがダリペドロサの家に飛び込んでいくダブルヘアピン。しかし最終コーナーでクロスラインを取ってダリペドロサ今度はやり返す。これは見事な後ろからジョシュフックも近づいてまいりましたよ。ジガスコーチに来たしてもちょっと